数と力で叩けば私を潰せると思ったか。甘いな。いや、おそらくは元来力という言葉の認識そのものが君たちと私では異なっているのだ。教えよう。力というのはこういうものを言うのだ。黒上天元妙。そうや、アイゼン隊長が怖いのは強化水月を使えるからやない。強化水月は恐ろしい能力やけど、それ一つやったら殺されても従わへん奴は山ほどおる。あのデタラメなエスパーだが、それぞれの思惑はあれど、一つの集団として形を成し得てたのはただ一つ、強いからや。アイゼン隊長の全ての能力が他の誰ともかけ離れてるからよ。強化水月を用心する？あかん、不用心や。他の全てに用心する？あかん、まだ不用心や。空が落ちるとか大地が裂けるとか、君らの知恵を総動員してあらゆる不運に用心しても、アイゼン隊長の能力はその用心のはるか上や。ホローカか、言ったはずだ。君たちは不敵なアランカルもどきだと。本来アランカルたちを従えた私、アランカルもどきが歯向かうべきではないんだ。逃げ気決殺。逃げ気決殺か。面白い技だ。だが届かない。死神の戦いは霊圧の戦い。君ごときの能力など私の霊圧で全て抑え込んでみせよう。何？気活だね。氷に影ができてるよ。凶楽貴様、うん、終わりだ、アイゼン。正気と見れば計りなく切りかかる。それが君の最大の欠点だ、室ヶ谷隊長。しまった。逆だ。
やりよった。ついに隊長たちがやってくれたで。おお、キラ、お前ももっと喜ばんかい。いつも通りの神器臭い顔しくさって。やれやれ、ようやく折り返しってどこやな。のう、一丸。みんな、みんな、みんな一体何をしてんだよ！君は知っているだろう。私の強化水月の能力は完全再現。いかなる時でも五感全てを支配し、あらゆる状況を錯覚させることができる。じゃあから一体いつから強化水月を使ってたかって聞いとんじゃ。ならばこちらも聞こう。一体いつから強化水月を使っていないと錯覚していた。A few moments later. Radiant victory.